近年我が国では医師不足が問題になっています。特に外科における若い世代の減少が著しいことは、後進への指導環境の悪化につながり、外科を志向する学生が減少するという悪循環に陥るため、若い世代への技術指導の効率化が望まれています。現在外科の初期技術指導として臨床実習が行われています。これは一般に5名程度の学生に対し指導医がつく形で行われるもので、基本的な手技については簡易な装置で十分なものの、手術訓練には本格的な設備を使った訓練が必要になります。一方で最近の手術は侵襲性の低い手術の普及が進んでおり、教師以下での精密な監視操作といった高度な技能が要求されます。実際代表的な腹腔鏡下胆嚢摘出手術の場合でも、出血や多臓器損傷も少なからず発生し、死亡事故につながるなど技術習得は必須です。加えて臓器の大きさや配置、管の走行異常といった個人差もあり、状況を適切に把握し、手術プロセスを判断して対処する訓練が必要とされます。このような手術訓練には近年シミュレーターが用いられるようになりました。米国では使用が義務付けられるなど、その効果は高く重要性が高いものの、日本では高額な海外製品に市場を独占され、多数導入することが困難で、現場では1台のシミュレーターを数人で順番に使い実習せざるを得ないなど非効率的です。またシミュレーターは地方の医師の障害教育への貢献も期待されますが、普及の度合いにより医療技術に地域間格差が生じるなどの問題も起こり得ます。そこで我々は国内技術を用いた低価格化を実現し、ネットワークを通じ多人数に効率的な指導が可能なシミュレーターを開発しました。このシミュレーターではあたかも傍らで手を添えて指導するハンズオントレーニングを再現した VR 訓練環境を実現します。各拠点にシミュレーターを設置し、それらをネットワークで連動、そのうちの1台を指導医が操作すると、他の場所の学生が握るコントローラーが連動し、触覚フィードバックを返すことで一対多の矜持を実現します。もし多数の学生の中に手間取っているような学生がいる場合は、一対一の指導に切り替えることで、講師が受講者の手を取って矜持するハンズオントレーニングを模した指導を行うことができ、ネットワークの接続先を切り替えることで複数の学生に対しても瞬時に対応することができます。この技術を応用すれば、複数地点でそれぞれ執刀医、助手、カメラ助手と役割を設定し、実際の低侵襲手術を想定した遠隔協調訓練を行うことが可能です。また近年 CT 画像から術前の 3D モデルを構築することも容易になってきているため、遠隔地にいる外科医間での手術プランニングや術前リハーサルなどへの応用が可能です。このシミュレーターを実現するためには、実物体との整合性が取れ、高速かつ多様な操作が可能な軟組織変形モデルが必要でした。我々は適応的四面体メッシュモデルの研究から始めました。このモデルは多重解像度モデリングのために開発され、直方四面体を再帰的に二分割することで生成される二分器を用います。この過程で生成される四面体形状は3種類のみで、メッシュ品質が高く等方性を満たし、解像度の変化が滑らかという特徴があります。このモデルをオンラインリメッシュ型の変形シミュレーションへと応用し、現在では軟組織の非一様性を効率よく考慮可能な適応的境界点形埋め込み変形モデルを実現しています。これはオンラインリメッシュ型変形シミュレーションの様子です。軟組織が引っ張られ、歪みが大きくなっている部分のメッシュが動的に細かくなっていきます。我々のシミュレータでは、遠隔地間でシミュレーションの進行が共有・同期されることも重要なため、シミュレーションの同期処理についても研究しています。同一時刻の操作パラメータを全体で共有すれば、
同一モデルによるシミュレーションを行うことで同じ結果を得るはずですが、通信のディレイ、実打、パケットロスや各地点の計算機スペック差などにより結果が異なってしまう問題があります。当研究では変形の相違の大きさを常時評価し、必要な時のみ変形のキーフレーム情報を互いに送受信し、論理演算により効率よく入れ替えることにより、これらの問題を解消しています。品質の高い医療サービス提供には CT 画像から患者個人に特化した臓器の3次元モデリングが必要不可欠です。患者に特化したモデリングには高精度かつ高速な臓器及び主要情報の分割手法が必要であり、臨床現場からもその実現が望まれています。我々の手法では肝臓と主要情報が最も大きく提示されているスライス画像を初期スライスとして選択し、対象領域、その他の領域のシードポイントを手動で与えます。緑は腫瘍、赤は肝臓、青は背景のシードポイントです。次に混合ガウス分布モデルを用いて既読値情報の解析を行い、肝臓と腫瘍に特化した域値処理とランダムウォークにより初期スライスにおける臓器と腫瘍の分割を行います。この初期スライス画像での分割結果をもとに3次元空間での分割へ拡張します。先ほどの分割結果をもとに肝臓、腫瘍それぞれにシードポイントを付与。この情報をもとにナローバンドで任意スライスにおける各領域の既読値を絞り込みます。これにより3次元画像における肝臓領域、腫瘍領域それぞれの領域を取得します。提案手法により CT 画像から臓器と腫瘍の3次元モデル生成がわずか3分前後で可能となりました。またこの手法は肝臓のみでなく、シードポイントの与え方によって複数臓器の3次元モデルが同時に作成できることも利点です。分割精度も 90% 以上と高精度であり、臨床応用が可能な高精度で高速な臓器の3次元モデル作成を実現することができます。我々の研究結果の検証のため3拠点をネットワークでつなぐ共同シミュレーション実験を行いました。1拠点で挙上した胆嚢の状態を全拠点で確認できることから、シミュレーション内容を全拠点で共有できることが分かります。また指導医の操作も別の拠点に提示できており、一対他の教授もできることが分かります。指導医からの指示に従い他の拠点で操作を行うことで、同じ手術環境を共有した手術訓練ができることも分かりました。このように3拠点間での挙動シミュレーションが正しく動作することが確認できました。この実験は立命館大学、滋賀医科大学、東近江総合医療センターをつないだ環境でも動作することを確認しています。今後はシミュレータ表現の高度化や学校教育への応用を通じ普及を目指していきます。